前回の続きをやっていきまーす。これ見たことないやつ。なるほど。ああ、いい夕焼けですね。ああ、もうね、苗床があってミミズンが来て畑を作りまくったという、そんな感じでございます。今種はどんな感じかな、種はどんな感じかな。ああ、トマトの種、トマトの種はね、トマトとキビはね、支柱がないからね、数が限られちゃうね。そうだね。キャベツの種は余ってるよ。キャベツの種は植えられるよ。まあちょっとここはドロドロですけどね。泥の足でここを上歩くと普通は汚れるんですけどね。汚れないですね。まあそんな細かいところまで要求してないですよね、ゲーム的にね。キャベツの種持ってきちゃったね。何やってんだ俺は一体。どうしよう、一回寝るか。さてどうしようか。ミミズンが来て畑が広がりましたが、徐々にねこれ整備していこうかなと思いますね。柵とかまだ作れませんからね。ストーリーねあまり進めたくないんですけどね。どうしようかな。ハートだらけ。キャベツの種余ってますね。キャベツの種ここに植えてもらいたいんだよね。ジョーカー。
キャベツ指定に しましたから、暇な時にやってくれると思います。とにかく樽と壺がいっぱいあるんですよ。この樽を壊して木材にできたら最高なんですけどね。壊れた樽だったら木材にできるんだけど、これはね木材にできないですね。どうしよっかな、木材を集めようかな。久しぶりにストーリー進めたくないんですよ、基本的にね。基本的にストーリー進めたくないのよ、僕は。そういうタイプの人間なんです。だからといって暇を持て遊ぶつもりないんですけどね。この時代に生きていたいって、この時代に戻れないのが嫌なんですね。この時代を生きていた、この今の幸せを掴んでいた。でもこの時代は何をするにも木材がないと何もできないって感じなんですよ。だからといって木も切りたくないし、木を切らないで木材で何かを作るとなると、やっぱりトラッキーをやっつけるしかないんですよね。さっき地箱と仲間になった時ここをやっつけちゃったからね、今いないです。石灰樹の葉は何枚でももらえることをね証明したいんですけどね、なかなか確率が低いんでね、できないんですけどね。では昔の動画でね、何枚も持ってるやつがあったと思いますよ。細かいことは忘れちゃいましたからね。あれ今手元に支柱があるんですけどね、この支柱使えばよかったね。支柱欲しいな。支柱落ちてねえかなと、まあ、ちょっとトマトの絵の方にも行ってみようかね。今せっかくここに来たんで、ドラッキーをやっつけて木材をちょっとずつ集める。もらえない時もあるんですよ、やっつけてもね。大きいやつはキャベツの種がもらえる。ちょっと今日はとりあえずここでね、端っこに来ないとね、わかんないのね。端っこでボケーとしてると湧くんですよ、トラッキーちゃんたちが。でもなかなかもらえないんだよね、そうは言っても木材をね。
そう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 、あそこにいる、あそこにいるね。だけいるのは珍しいね。一匹だけで残ってたのかもしれないけど。
かなと思ったけど見つけたから戦う。一旦帰りましょう。あ、帰るけ、あ、ここでさっき戦ったよね。戦ったから多くはねいないんだよな、そこにな。ここまで行く？めんどくせえな。たまにはこっちに行ってみるかい。黄昏のオークちゃん、黄昏のオークちゃん、星降るオークちゃん、眠っている。立ちながら眠る。目覚めれば多くやればよかったね。忘れてましたね。まあいいや。そしたら一旦寝るかい。ああ、キャベツの種が。ちょっとめんどくさいんで、ここのところに。キャベツの種と、キウイの種と、これもしまっちゃおう。しまっちゃおう。しまっちゃおう。一本垂れときましょう。なんだっけな、俺がやること、俺がやることは何だったっけな。まあ寝よっか。あ、こっちもキャベツ畑が広がっておりますね。やっぱりね、こういうね、起伏のまんま畑にするっていうのはね、楽しいんですよね。なるべくね、地形を変えたくないんだよね。地形を変えた方がね、綺麗に見えるんだけどね、清潔感も増すんだけどね。でもね、そのまんまっていうのがね、いいんですよ。そのまんまちゃん。ちょっとさ、かぼちゃの種持ってきちゃおうかな。ダメ？かぼちゃの種持ってきちゃおうかな。ダメ？いいんじゃない？ちょっとさ、ストーリー進めたくないのよ。ちょっとかぼちゃの種許して。かぼちゃの種許して。かぼちゃの種持ってきちゃうよ。もう、なんつうの？もう、我慢できない。もう僕我慢できない。不意にここに紛れ込んだことにしよう。
かぼちゃの旅です、ございます。箱が欲しいんですけど、これ壊したら、あ、木材になっちゃうのか。あー、そうか、持って帰るか。まあ飾りとして欲しいんだけど、欲しいだけなんだけどね。なんかさ、この箱おしゃれじゃないですか。まあこういうところに何気なく置いてあるとさ、いいじゃないですか。かぼちゃをちょっと植えて、でかぼちゃの種しまっちゃう、ああそうだな、肥料持っててもしょうがねえから、どうしようかな。まあでも持ってるか。なんかね、なんか貧乏症だから。じゃあちょっとね、このキビの畑をもっとね、なんちゅうかな、分水させたいんですね。ちょっと分水で作ります。前にもやったことあるんですけどね。あ、そっか、ここもね、ちょっと改築したいんですよ。もうドルトンのこのここの依頼のやつは終わったんでね、もっとかっこよくしたいんですね。とりあえずね、この下にこう板を張るわけですよね。ああそっか、ちょっと違うな、ちょっと違う、泥じゃないといけないんですよ。畑を作るわけですから、分水してすぐ、分水をしてすぐ畑を作るんで、泥が必要なんですよ。一応泥の採掘現場、泥の採掘現場。なんか景観をね、大切にすると、ああいうとこから泥をいちいち持ってくるというね。泥鉱山的なね、山はないんですけどね、山ではないんですけどね。
階段がな、なくてもよかったんだよな。ちょっと樽の階段一回終わり、他のところに作る。がね、あるところまでしか畑はできないんで、ここは流れていってないね。乾きの壺がないからね、流れが存在しているところまで畑として、ここがないわけですよ。ここはできないんで、ここはある。でも岩盤の上は植えられない。水があるけど看板だからしょうがないんだよ。こんな感じ。ちょっとね、畑がちょっとだけできるんですよね。でここにですね、かかしが1個余ってるんで、シャクちゃんが見てる。樽の階段をどこにつけるかね。一応樽の階段にしたんですけどね。ちゃんと下にも分水されてますね。乾きの壺がない。
これ植えられちゃってるわけだね。植えられちゃってるのよね。ここ湿ってるか。枯れちゃったよ。枯れちゃいました。泣いてる。ちゃこちゃんが泣いてるよ。しょうがないな。ちょっとキャベツ畑を潰しちゃおう。流れてくるかな、水。水流れないようになってんだよ。チャコちゃんごめんね。あ、チャコちゃんを泣かせるのは会いたくなかったな。チャコちゃんが泣くと僕は悲しいな。ちょっとね、しちゃダメ。ここが田んぼなのが、ここは畑なのがいけないですよ。整地したくないんだけどな。整地したくないんだけど、チャコちゃんの涙を見るとね、どうしたもんかなってなっちゃうんですよね。こういうのはめとこ。こういうのはめとこ。ここは田んぼではありません。田んぼじゃないのよ。ここは畑じゃないのよ。畑じゃないのよ。畑じゃないのよ。ちょっと空気が入っただけ。パンポンピンポンパンポンプーン。何しよっかな。かぼちゃどうなった。かぼちゃ、かぼちゃ、お、かぼちゃこんな感じ。キャベツ余ってたらキャベツだ。こっち側はキャベツエリア。
ちょっとね、今回は草原の元を集めに行こうか。ピャ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 。青いケツの猿。普通猿は赤いケツなんだけどね、こいつは青いです。青いからこそヒバ番号になれるんですね。
しびれ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 しびれしびれが止まるまでちょっと待つ。しびれ中です。治った。指導君が来るな。ちょっと飽きてきたな。召喚されて、召喚されて、小屋子がなかなかもらえない。
とがあるな。ここの奥のそばになんかアイテム残してきたような気がするんだよな。とりあえずここの奥をやっつけて、まだ袋持ってなかった時にね、最近袋もらって、袋もらう直前に戦った多くの場所でね、いろんなアイテムを置き去りにしてきた記憶が蘇った。といっても大したものは置き去りにしてきてないんですけどね。置き去り、まあいいや。最近持ってるんですよね。袋持ってることにね、気がつかなかったね、最近。ベッド持ってきてねえのかよ。ベッドがなかったたらダメだね。何もできないね。ベッドがなかったら帰るしかないね。ベッドは持っておかなくっちゃ。あ、カボチャができてるよ、カボチャ。こっちでひっそりかぼちゃ畑ね。枯れ草ね、壊したくないのよね。枯れ草も僕は愛しい。小麦畑だったよね、ヒバ番号が爆発する前。だからここは小麦なんですね。まあいいや、ここはこうなってても。5つの野菜が揃ったね。へえ。2段下がってもさ、これ畑になってる仕組みがちょっとわからないんだよな。
まあでも草原団子を置く場所を確保しておかないといけないからね。あ、みんななんかやってるよ。お、みんななんかやってる。みんななんかやってる。バッチリじゃん。だってよ。水まき。水まきだぞ。キャベツ、トマト、あ、そうだ、ここ改築しようと思っていたんだな。こちらでは新しいメニューできないんだよね、残念ながら。そう、ここをね改築したいんですよ。洞窟の入り口っぽくしたいんですよ。だからもうここもいらないんだよ。ここもいらないんですよ。なんか不自然だな。でもここは部屋としてね成立してるんですよ。ダイニング。こっちは外に出る。ここから食堂に入れる。もともとここ外だったんですけどね。そういう感じですよ。
ね、畑ね、壊してもらいたいぐらいなの。なぜってね、なぜって、なんで逃げんのみんな。なんでみんな逃げんの。ちょっとよくわかんない。なんでみんな逃げんの。なんで今逃げたんだろう。だってさ、畑壊してもさ、みんな自動的に直してくれるんだもん。畑を守ることしなくていいんだよ。まあ、畑を守るね、理由がないの。壊したら、自然にみんなが直してくれる。だからね、畑を守る意味がないんですよ。別にいいんだ。ここは別にいいんだね。
ですね。平和に一日が終わる。しかしちょっと暇ですね。今日はひとまずね、木材を集めて次の日ね、その木材を使って何かを作って何かをやる。やっぱりね、ストーリー進めたくないんだよね、基本的にね。ここにも畑があるね。そういえばそうだね。
ヒースちゃん。リズとね、とも、ああ、ソフィーと一緒にね、残る人なんですよ。私のスペシャルは、
けた。消えるんですよね。なんか思いっきりさ、湧いて湧きまくってから倒したいんだけどね。そういう風にできてないんだよね。なんか他の作業やってるとね、湧くんだよ、たくさん。でも狙ってるとは湧かないんだよな。帰るかな。帰ろうか。多くやっつけていこうか。いるかな。いたかな。僕いねえかな。ジバゴと戦って以来なんだけどね。あ、いる。ジバゴと戦った時袋持ってなかったが、ここら辺に武器をね、投げ捨てたまんまだったような気がしたけど、ないね。あ、これを武器材にしてたね。世界中の歯二つになんねえかな。もらえる時はもらえるんだよ。でも確率が少ないからね。壊された。
かったね。これキングオーククレーターっていうやつ。大切な建造物を壊された。しないけど逃げるんだよね。何の効果で逃げるのかね。壺を置いたからいけないのかな。壺が怖いのかな。わからん。わからんよ。あら、わかんないことだらけなのかもしれないね。これだけやっても。攻略本買わないとね、そうなるんじゃないかな。なんでこれ持ってるのかな。あ、そっか、あそこ壊したからな。一つ部屋壊したんだよ。土持ってんだね。畑増やせるね、これね。まあでも、ミミズンがいるから、別に、って感じ。木材328個持ってんですけどね、もったいなくて使えないけど、今回は使う。今回はね、こういうやつもちゃんと使って、でなんか作っていうかさ、汚いところをね直していこうかなと思うわけですよ。とりあえず作れるものを作って、まあこういうのを作っ、こういうのを結局作って使っていくっていう。ああ、これはね、別に木材じゃないんだけどね。使いこなしていくっていう感じですね。こういうやつを。たまにはそういうことをやろうよ。これは後で使うっていう感じなんで。まあこれもね、たまに使ってあげないとね。たまに、屋根系はね、使うとね、その上にね、建てられなくなっちゃうからね。とりあえず今はいいや。そうね、大きいダイニングルーム作りたいな。みんなが楽しそうに食ってる。とりあえず4つのやつで、1つの机に4つベンチを置くから、4×4 で16個。
今のダイニングがいらなくなるんだけどね。あとはいいかな、新しいダイニングを作ろう。ここ入っていくんじゃん。ここなんかロビーみたいな感じですね。あ、でももうそこから階段降りる感じにしちゃってもいいかもしれない。でもね、ここね、地下があるんで、下の空間に干渉しちゃうんだな。そう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 、地下があるんですよ。地下何も使ってない。地下の高さがここの、こういう感じなんですよね。そう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 、なんかね、ここ狭い、天井が狭いんだよね。この上畑があるんだよ。だからいい、しょうがない。今ここダイニングあるけど、ここ狭いから、もっとね、みんながね、キャッキャッキャッキャ笑ってるようなダイニングを作りたいんですよね。キャッキャッキャッキャ。ちょっとね、みんながね、キャッキャッキャッキャ笑ってるダイニングを作りたいんだよな。賑やかな場所を作りたいんですよ。賑やかな場所を作りたい。まあここにキッチンがあるから、でもね、このキッチンもね、いずれはまたもっといいキッチンにしたい。ここに畑が伸びてきておりますね。面白いね。もう畑ですよ、ここは。のザ農園って感じですね。じゃあちょっとさ、こっちの下の方に新しく空間を作っていくか。ここが地上なんですよ、この高さ。でもここはね、低くなってるんで、いやでもな、そうなんですよね。ここの壁がなければもっとさ、下があれなんだけど、もうこの壁の外はちょっとくぼ地になってますけど、そうなんですよね。ちょっとね、このね、農業倉庫でもね、ちっちゃく作ってくれって言われるんだよね。だからここはちっちゃいままの方がいいとは思うんですけど、ちょっとここね、ドアを設置します。ちょっとドアを作ってこようね、みんなさん、ちょっとね、ドアを作りましょう。ドアを作る。あ、ドア持ってる？ドア持ってたっけ？ちょっと荷物がね、いっぱいなんだよな。ドア。荷物がいっぱいなのよ。これ7個あるやつ、どうにかしたい。やろうとするとすぐ夕方になるんだよ。ドアが2つある。ドアが2
回寝るか。でもまだ夕方なんですよね。ここにドアをつける。回収してきたやつをいくつか置いとかないとベッドが足りないって感じかもしれないから、ちょっとねドアの前はね置きたくないんだよな。はい、かここ誰か利用するかな。ちょっとチェック、利用するかチェック。利用しない。で、ここを開発していく。まず横を掘る。で、ここは広くしたいんで、ここにね。すごいいい空間を作りたいんですよ。食事をとるところ。ちょっとね、天井を高くしたいんで。天井を高くするためにはここをちょっと地下深くしなくちゃいけない。こっちも広げちゃおうかな。
っちゃうか。ダメなんだよね。一旦ちょっとここは回収だな。ムカつくな。まあ何でもない。ひと言でございます。木材使いたくないんだよな。使えるかな。床として、これも床として使う。床として使えない可能性もあるんだよな。なくなるね。これはもう作るしかないね。統一感のない床、統一感のない床です。いやこれなんだろう。木材使いたくないんですよね。せっかく集めた木材、やっぱ藁だな。あーでもそんなに使えない。いやーこれよかったな。ちょっと多めに作る。多めに作って言ってもそんなに作れない。ちょっと多めに作る。ああ、せっかく集めた木材がなくなっていく。
苦労して集めたからね。追いつかないというか、あっという間に作ったやつがなくなっていく。いやー、もったいないな、本当に。もったいないな。統一化のない愉快になっていく。もっと作んないといけないのかよ。基本的に貧乏症ですからね。いや、泥で我慢してもらおうか。それか岩を削ってくるか。泥は使えないよね、さすがにね。でも木材は使いたくないから、やっぱり削ってくるしかない。ちょっと採掘。削りすぎても余っちゃうんですよ。あ、もっといるね。もっといますね。でごまかすかな。いや、泥はダメでしょう。でも泥余ってんだよな。泥で我慢してもらうか。ドアをつければ一つの部屋になる。ここは部屋になってないね。この中は部屋だけど。ドアを一個作ってこよう。ドアを一個作る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 。
ポンペの部屋に近いんだよね、ここね。あとでね、ポンペの部屋の方にね、通路を作ろうかなって思ってんだけど、広すぎて部屋になんない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、これ15ありますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここで閉じないといけない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここか。ここで閉じないと部屋になんない。ここに机を、もうね、広い部屋ですからね、ドーンと置いて、あ、でも狭いね。とりあえずここにドーンと置いて、ここに、ドーンと置いて、広いね、でもね、こっちにも、ドーンと置いて、ここにもドーンと置く。真ん中がスカスカだな。まあでも持ってるものをちゃんとね。ここどうするかっていうと、ちょっと狭くなっちゃいますけどね、階段にするんですよ。もう泥しかないんです。でここはもうとりあえず埋める。今はね、ちょっとね、下せっかく岩を引いたんですけどね、幻の床が下にある。いびきが聞こえますね、なんかかすかにね。タイガーが隣に寝てますね。でね、ここをね、ああそうだ、いいこと考えたな。ちょっといいこと考えちゃったな。ああダメか、ダメだな。壁を作って、ここ壁作る。ここ壊す。
刺してから下を壊す。幻の床が出てくる。つなげられないんですよね。向こうにつなげちゃうと向こうが部屋じゃなくなってしまう。難しいな。どうしたらいいんでしょうかね。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。ちょっとね、待ってね。ちょっと待ってね。埋めるしかないな。つけるしかないね。あとこれをつけようね。違うんですよね。なんか違うんだよな。ちょっと違う。これですよ、これ。これを使うんです。
しなきゃみんな逃げんだよね今回。この壺がそうさせてんのかな、ちょっとわかんないですけど、壺の効果かな、わからんけどね。ここはね、農業倉庫はね、狭いまんまの方がいいんですよ。でもここ開放感的にしたいんだけど、柵が足りないね。柵をもうちょっと回収して、あそこは柵にした方がいいね。あるわけじゃないからね、柵もそんなにいっぱいあるんじゃないんだよね。回収ここだな。シドも若い興味があるんだね。さっき現れたばっかりだよね。でもみんな逃げていく。みんな逃げていくんだよ。この壺のせいかもしんないね。なんかね、大発見だったりしてね。そんなこともないのかな。
知力、これを持ってこっちに置く、これがこっちに置く、通り抜けるとここがタイニングになって、取るか。トマトか。パンが16個死んで、パンが32個、パンが32個、ダイニングも作る、キッチンも作り直さないとな。でもね、このね、この感じ、この入り口からこう、こう来る感じをさ、そこでも作りたかったんですよ。なかなか思う通りにいかないですけどね。朝になっちゃうね。夜鍋です。あー間違えた、誰もそんなこと望んでないのに。結構寝てる。みんな寝るとこはないんだな。みんなまだご飯を食べるというね、文化がないのね。じゃないんで、ここ不便だね。ここどこに行けるようにしよっかな。この反対側物が置いてあるからね。
このダイニングいらねえな。ここはここでせっかく作ったんだけどね。でもね、ここがねキッチンじゃなくなっちゃうんだな。でもまた作り直すんでいいよ。ここは所詮外だったんだよ。来ちゃうね、なんかこっちにドアつければいいんだね。なんだっけな、俺やろうとしてたこと。これで、もう一個作れないじゃないか。歯がゆいですな。
ドア付き多いんだよ。チャロシャンも見てる。チャロシャンも坊主で何やってんのあんたここでって感じで、ここにねキッチンを作るんですよ。天井はね、高い方がいいですよね。天井を高くするためにはちょっとこっちを上に掘って。
中がね、やっぱり岩を引いた方がいいよね。泥はね、しかないね。土とか使っちゃおうかな。ちょっと集めておこうかな。あー、夜か。夜なのか。で寝る。ひんやりしてちょうどいい。ちょっと落とし部屋、ここに落ちると何もできません。そう、みんなが集まってきた。なんかやつ一人なんかやってるぞ。これは一体何って感じ。
ってるからな。ちょっとそれはそこに置きっぱなしにしようか。なんかトイレ行きたくなったな。でももうちょいやりたいな。トイレ行きてえな。キッチン作ったら今回はそこまでにしよっかな。トイレに来てぜ、ベイビー。トイレに行きたいぜ、ベイバでも食事ができる。キャベツのタレ余ってんだね。
て限界です。じゃあ皆さん、ちょっとね、これを今回作ったということで終わりにしたいなと思います。皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。